日本で一番ユーモラスな理科の先生、根本なんです。今回は植物面白講座、驚異の植物の知恵、ゴーヤーの巻きひげの科学をお送りします。はい、ゴーヤー家庭前に来ています。ゴーヤーにはですね、雄花と雌花があります。こちらがオスの花、雄花です。横から見るとこんな感じですが、はい、そしてちょっと上に、はい、これがもうゴーヤがちょっと大きくなってきてるんですが、まあこれが雌花です。雌花にはもう最初からこのゴーヤの赤ちゃんみたいなこういうのがもう後ろについてます。なので雄花と雌花はもう見ればすぐ区別がつきます。はい、これはかなり、大きくなってきて、まだ食べられませんが、はい、少し大きくなってきたゴーヤです。はい、今回皆さんにお伝えしたいのはこのつる植物、このゴーヤーを例に挙げると、この、巻きひげの価格、巻きひげのすごいあの秘密をお伝えします。これが巻きひげです。これが巻きひげですが、最初こういうふうにまっすぐなんですが、これが絡みついた時にこういうふうに、わかりますでしょうか。はい、でこれをよく観察するとですね、途中から右巻きと左巻きが逆転します。これがこの辺ですね。この辺から右巻きと左巻きが逆転してます。はい、これもそうですね。これもはい、これもこの辺で逆転をしてます。逆転をしてます。はい、全部どれを見てもこれですね。これですね。わかりますでしょうか。この辺で、右巻きと左巻きが逆転をしていると。はい、これもそうです。すべて、逆転をしているという。この辺ですね。はい、皆さん、この巻きひげが右巻きと左巻きが途中で逆転をしている、逆巻きになっているという、この辺のところ、皆さん普段こんなの見ても何も気づかない人が多いと思いますが、実はこれには大変な秘密があるということを皆さんに、お伝えしたいと思います。はい、ここでゴーヤの巻きひげについての秘密をお話しします。実物を撮ってきました。どうでしょうか。はい。この伸び縮み。伸び縮みしますが、これを、同じ方向に向いてるだけのところをこう引っ張ると、簡単に切れてしまうという。はい。台風の風でも切れない伸縮性。これで飛躍的に伸び縮みできるようになっているということです。これ写真がありますが、この矢印のところ。ここで、右巻き左巻きが逆転をしているという、恐るべきですね。はい、要点を載せておきましたが、はい、コイル状にするのは引っ張られた時切れにくくする。さらに飛躍的に伸縮性が伸び、また茎を支持物に近づける働きもある。巻く向きが変わっている場所を反数点と言います。巻きひげの丈夫さの秘訣となっています。もし巻き方が最初から最後まで同じなら、さっき引っ張って切れちゃいましたが、引っ張られるとすぐに、切れてしまうという、まあ、恐るべき植物の知恵です。はい、ここに詳しい内容を載せておきましたので、画面を止めて後で読んでもらうといいかと思います。はい、植物は本当にすごい偉大です。植物について知れば知るほどその偉大さに気づくことでしょう。皆さんも植物に、ぜひ興味を持っていただきたいと思います。